こんばんは、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もお休み前のリーディング、寝る前にあの人は私のことをどう思ってくれてるのっていうのを三択でね、見ていきたいと思います。なんか私のことを声がねちっちゃいからねあのね、ささやきモーセ姫とかね、あのウィスパーモーセ姫とか言ってくれる方います。あのすいません、聞きづらいかもしれません、声がちっちゃくて。でもどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ左からブルー、ピンク、グリーンの台数並んでます。左から1番、2番、3番になっていますので、まず好きな色をお選びください。今からカードをね、3枚ずつぐらい取って、あの人の今の気持ち、寝る前の気持ちっていうことで開いていきたいと思います。じゃあ本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまずブルーのあなたから見ていきましょう。カードをね、じゃあ引いていきます。はい、お待たせしました。じゃあブルーのあなたへのあの人の気持ち、じゃあ見てみましょうか。せーの、あ、すごすぎるあーすーあーなあーうんすごいなもうね、このね、まずこのケミストリーってもう磁石の存在なんだよね。もうあなたのことが彼のもう心から離れないしね、もうね、身も心もぴったり、相性むちゃくちゃいいって出てて、もしかするとお相手あなたとの結婚なんとかね、そういうね嬉しいサプライズとか考えてくれてるのかもしれません。っていうかもう抱きしめたいよね。昨日も確かパッション出たよね、すごいと思う。うん、そしてね、もし今見ていただいているあなたが例えば復縁を望んでたり、ね、なんか別れたあの人のことを思いながらこのねブルーのダイスを選んでくれたのであれば、ほら見て、お相手の人の気持ち、もう一回チャンスちょうだいって言ってるの。なので可能性、その人とね連絡取れたり、もしかするとうまくいけばっていうか、これだけ思ってくれてるからね、復縁したりその後うまくいく可能性あるのではないかと思います。むちゃくちゃ大好きと出てますすっごいですね、とってもとってもとっても愛されてると思います。はい、これがじゃあまず1番の方です。じゃあこのまま2番の方行かせていただきます。はい、じゃあ2番の方、ピンクの方見ていきたいと思います。じゃあカードをねちょっとね引いていきますね。はい、じゃあピンクの方、お待たせしました。寝る前のあの人の気持ち、どう思ってくれてるのっていうのを見ていきたいと思います。はい、せーの、
喧嘩しちゃったのかな？彼ね、もうね、あなたの、もうこれ何、残りがって言えばいいのかな？もうね、しっかりと彼の心にあなたのことを、もうね、がね、焼き付いてるの。もうね、忘れたくても忘れられない。それぐらいね、もうね、むちゃくちゃ思ってるのね。思っていて、まあ、ここね、すごい抽象的なね、カードだなと思ったけど、あなたを忘れる、忘れたいとも思ってるの。でも、あなたと仲直りしたいとも思ってるの。だからね、なんか今ね、ちょっと距離があったりとか、音信不通だったり別れた人かもしれない。相手はあなたのことを忘れるよう努力もしてるのね。で、もう一回言うんだけど、でも、やっぱね、好きでね、やり直したいの。で、これですよね。もうね、あなたのこと忘れられない。もうね、しっかりしっかりしっかり心に刻まれている。だからね、まあ、この2番の方、今ね、見ていただいてるあなたが、どういう状況かわからないんだけど、5月のね、13日の水曜日から金星の逆行が始まるのね。で、これはどういうことかっていうと、恋愛とか復縁ね、復縁とか音信不通の人とやり直せる期間、可能性がすっごい高い時期なの。これがね、5月の13日からね、しばらく続くんですね。なので、このカードが出るってことは、お相手の人、あなたと今距離があったり何らかがあるかもしれないけど、でも大好きなの。だからね、もしよかったら5月の13日以降、何らかのアクションをしてみてもいいのではないかと思います。お相手の人、あなたのこととってもとっても思ってます。もうね、忘れられない人なの。本当は仲直りしたいの。本当はやり直したいの。これがお相手の気持ちのようです。ね、うまくいくといいですね。はい、これが2番の方です。じゃあ続いて3番の方に行かせていただきます。はい、お待たせしました。グリーンの方。じゃあね、お相手の気持ち見ていきたいと思います。はい、じゃあグリーンの方ね、寝る前のお相手の気持ち、あなたのことをどう思ってるか。はい、じゃあ見ていきたいと思います。あー、すごい 寝る前に興奮させちゃいけないんだけどさ、すごくない？ハネムーンとウェディングだよ、すごくない？すごいね。あー、もうなんかこれもう結婚したいよねみたいな。なんかこう、彼、あなたとね、例えば結婚したらどうなるかなとかさ、もう考えてるね すごーい。なんかね、夜寝る前だからね、ちょっと静かめのリーディングがいいと思ったんだけど、私の方が興奮しちゃった、すごくって もうめっちゃ大切な人ですよ。もうめちゃくちゃ大切な人。もうね、お姫様みたいにね、あなたのことを大事に大切にしている。もうとってもとっても大切な人。ねえ、それで見て、ウェディングとハネムーンだよ。すごいね、この組み合わせ。もうね、あなたが本命だし、やっぱね、いろんな状況の恋愛の人っていると思うんですよ。ね、すぐには動けなかったりとかあるかもしれない。でも、
お相手の気持ち、そこにね、やっぱこう根本に、なんていうのかな、あなたへの真剣な気持ち、もうそれが見えますよね。なんかもしかすると本当明日明後日とかさ、なんかほらこの人すごい緊張してるように見えるじゃない、これ私彼だと思うんだよね。だからもしかすると本当明日明後日、例えばね、もう本当例えばなんだけど、付き合ってくださいっていう告白から、結婚しようっていうプロポーズから、何かあるかもしれないよね。いやーすごーいむちゃくちゃすごいと思いますね。えなんかこうこのね3番の方、見ていただいた方ね、なんかこう もしかしたらむちゃくちゃ嬉しくて興奮して寝れないかもしれないんだけどね、え明日のためにも肌大切だし、もうねリラックスしてゆっくり休んでくださいねねえ、なんか嬉しいですね、こういうカードが出るとね。あなんかね、ハネムーンどこ行こうとかさ、でまあの結婚式っていうよりも、結婚したらどんな感じなんだろう、一緒になりたいなって、こうそういうなんかね、あなたへの思いですよね。それがねすごくあるように見受けられました。すごい、ちょっとこの辺カードがぐちゃぐちゃでごめんなさい。はい、じゃあこれがお休み前のリーディングです。彼の気持ち見てみました。どうぞゆっくり休んでください。 See you next time. Good night.